こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第7回2012年11月21日頃配信予定後の後編です。 えー、ということで、前編の最後の方で、えー、っと、時間も時間だということで、えー、無理やり切ってしまったんですけれども、えー、その続きで、えー、前編に引き続き、長谷川康久さん,さんにもゲストにとして加わっていただいて、えー、これから長谷川さんが書かれた記事を元にいろいろと話していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いますということで、もう一度、えー、おさらいをすると、 11月の8日に、長谷川康久さんのクッドというブログの中で、コンテンツのアクセシビリティが未来を保障するという記事に、植木さんがとてもちょっと筆頭して紹介を、はい、ということだったんですよね。はい、で、えーはい、その話をこれからいろいろとしていきたいと思っています。まずは、じゃあ、長谷川康久さん、えっ、ー、と、この記事の ざっくりとした内容について教えてください。はい。実はあまり覚えてなくてですね。<laughs> <ん>しかしですね。<laughs> いやいや、あの、これをかあの書く理由が何かあったんですよね、実は。書く理きっかけは何かがあって、<ー>うん、何だったかなっていうのを一生懸命思い出そうとしてるんですけど、<laughs> ただまあ一つ、あの、まあ、あの、はっきりしてることっていうのは、やはりこう、ウェブデザインの、 世界って言ったらいいんでしょうかね。あの、基本的にこうテクニック指導っていうところにはまあ、数年前からはやはりこう、一種のまあフラストレーションっていうものを感じていて、で、以前はやはりこう、僕も最初に書いた書籍が CSS っていうものだったので、うん、まあ比較的こうテクニックについての啓蒙というのはしてたんですけど、うん、まあある時点からもうちょっとや,やめ、やめたというかほとんど話さなくなった理由としてはやはりこう、何も考えずに、 実装し始めてきてるっていうふうなの。ま、要はその、人間が機械化し始めてる部分っていうのがあるのかなとか思い始めてきてて、うん。で、ま、多分最近の話題で言えばやはりこう、レスポンシブウェブデザインというものだったりとか、もしくはその、タデバイス化ですね、うん。その、スマートフォンだったりとかタブレットに特化したサイトを作りましょうっていうところもそうですし、それらも含めてこう、ま、要はどう作るかっていうところが、ま、非常にこう、フォーカスされがちで、 そもそもこれがどういう経緯で生まれて、どういった流れでこうしてるのかっていうところが、全くこう話がされてないままに、まあいかにこれを効率的に作るのかとか、これを使ったかっこいいものを作るのはどんなのかっていうふうなことしかまあ話されていないっていう傾向というのはあるのかなと。比較的こう傾向として面白いのが、えー、結構、あの、 レスポンシブウェブデザインとか、えー、モバイルに特化したウェブデザインについてはこうデメリットメリットっていうような話は結構あるんですけど、パララックスデザインに対しては何もないっていうのはすごく僕の中ですごく興味があって、パララックスデザインっていうのは、まあ、あの、ゲーム、ゲームの世界でいうと、まあ、多重スクロールです。背景とか、えー、前のものとかっていうのは、まあ、違うスピードでスクロールしてるってやつなんですけど、まあ、一つ,つの表現方法で、まあ、非常に面白いわけなんですけど、非常にパフォーマンスが悪いですよね。 え、スクロール、数年前のパソコンで使うというスクロールするだけで、まあ、カチカチになってしまうと。<laughs> いうふうなんですけど、え、それに対しては結構文句言ってるウェブ制作者がほとんどいなくて、え、かっこいいよね。面白いよね。っていうふうな、え、話になってて。まあ、これは非常にこう、典型的な、まあ、本当に見た目主義というか、え、まあ、制作主義。制作で面白いか面白くないかっていうところに走ってるのかなというふうな、 気がしています。うん、で、それのせいもあって、やはりこう本質ってものを失われつつあるっていうのはあるのかなとか思ってて、えー、多分このコンテンツのアクセシビリティっていう話っていうのは、ずっと昔に僕も、ポッドキャストで、その植木さんと、えー どこだったっけ？吉祥寺かどうかね。野ヶ公園でデートしたとに撮っです。野ヶ島公園で撮ったんですか？そうです。すげえ。さすがにボートには乗らなかったんですけどね。けどボートを乗っているカップルを眺めながら、あ別れぞ、別れぞとか言いながら見てたんでしょ、どうせ。それそれか折り出どうしようとかね。わあ。野ヶ島公園の池の前そう僕は手をええ触れたりもしたんですけど、いや俺にはとか言われてましたね。あそういうふうなのもあったりもしたんですけど、まあその時からやはりこう情報のアクセス というものに対しやはりこう、今はまさにこう、あの、縦バイス化というところになってきて、やっとそれを考えざれる、考えないで作れなくなってきていると。昔はまあまだそのパソコンが中心だったので、逃げれたんですよね。うん、そこまで考えなくても。うんうん、それは多分、あの、 まあ、言ってしまえば CSS のデザインもそうだったと思うんですよね。うん、あの別にパソコンしか見られないとか、別にコードがどうであろうが、まあ、バレないしとか、壊れないしっていうものがあったと思うんですけど、まあ今はそう、さすがにそうはいかなくなってきたっていう状況で、まあ非常にこう、いい時期に。あの多分制作者にとっては非常に大変な時期には来てはているとはあるんですけど、ただし、それは同時に非常にこう、まあ、またもう一度こうウェブっていうものは一体何なのかというものを、 えー、考えて、えー、それに対して、こう、提案するには素晴らしい時期には来たのかなと思ってて。うんうん、で、まあ、それに関して書いたのが、えー、今回の話だったりもします。うん、はい。ヤッシーって、あの、基本的にあんまりこう、テクニカルな話とかしないよね。あ、すると受けるっていうのはしてるので、たまにあの、はいはい、書いて、えー、ブックマークが増えて、えー、喜んでる。は <laughs> <laughs> はい。で、ヤッシーといえば、あの、ウェブ担当者フォーラムで、5月ぐらいに、 素人とは違う Web プロフェッショナルの仕事としてのウェブコンテンツ開発を考えてみたっていうエントリーもあって、実はこれ僕最近、あの、僕のセミナーでは必ず紹介させていただいたりしてるんですけど、あの、ま、もう今誰でも情報をウェブで発信できる時代になったんだから、もし、ま、プロなんであれば見た目のヒューマンリーダブルな部分だけじゃなくって、ちゃんとマシンリーダブルっていうことと両立させることが大事だよね。 っていうことを言っていて、これ実はアクセシビリティとすごく通じるお話だったりして、なんかこう最近、よシーが書いてるものとか、いろんなところでお話ししてる内容って、なんかことごとくアクセシビリティに通じてることが多いなぁなんて感じたりしたんですけど。それのつもり、あの、まあもちろん、僕の中では Web イコールアクセシビリティなんですよね<ー>。だから多分そこが、あの、 そう感じていただいている部分があるのかなと思うんですよね。で、特にその最近のバスワードって言ったら、まあ、コンテンツマーケティングも当然ありますし、うん、あとはその、ユーザーエクスペリエンスっていうのも、うん、もうすでに詳細化してますけど、まあ、あんなのもあったりとか。で、あとはまあ、ウェブデザインっていう、その制作っていうところに、中に行ったとしても、やはりこう、も,もっとこう、効率的かつ効果的な CSS の使い方、 っていうのが、まあ、あの、話がされてると思うんですね。まあ、プリプロセッサーっていうところまでいかなかったとしても、例えばその、従来は画像で何かを作っていたっていうものを、例えばボタンとかを、えー、全部 CSS でやりましょうねっていうところも、まあ、結構アクセシブルなアプローチだと思うんですよね。例えばその、えー、まあ、拡大縮小も当然耐えれますし、あの、いろんなセチュエーションにも、あの、いけるという意味でもそうなのかなと思うんですけど、やはりこう、 一旦その技術っていうところを抜いて、Web ってなんだろうねっていうのを考え出したのが、まあ、だいたい4年ぐらい前ぐらいから、うん。そういうのもじっくり書き始めてきたんですけど、まあそこで、こういろんなものをこう削いでいくと、まあ結局残るのは情報にアクセスできるかっていうそのコンテンツの話だったりとか、もしくはその人がどう物事に接してきてるのか。例えば、まあその、あの、今はその、それがユーザーエクスペリエンスっていう言葉には変わっあの、 入れ替わってはいるものの、もっと深い部分だと思うんですよね。うん、な,なぜ人はそ、例えばその今でもその Windows 8の話がちょっとありましたけど、なぜそこまでしてスタートメニューに対して誇示しているのかっていう話っていうのは、うん、これは別にその、その人が頭が悪いとか、リテラシーが低いとかって以前だと思うんですよね。やはりこのスタートメニューっていうところを触れる、触れて物事を始めるっていう思い出だったりとか、 記憶とか学習っていうものがすべて蓄積されてるからこそそれが使いにくいという言葉に入れ替わってるだけに過ぎないと思うので、うん、それに対してこうどうあのインターフェースだったりとか何か提案をするのかっていうところのが重要だと思っているんですよね。だからまあそこをまあいろんなこう角度を通して書いているっていうところはありますね。それが結果的にそのアクセシブルに聞こえてるのもあるでしょうし、今回その Web 端の方で えー、書いた記事の中で、もう、やはりこう、マーケターの人は結構、うん、まあ、当然、あの、ウェブタンっていうところを出したってところが、まあ、そもそもなんでしょうけど、うん、マーケティングやってる方が結構、響いてたみたいで、で、これは僕の中からすごく、あの、何年か前から,からちょっと感じてたのが、やはりこう、ウェブデザインとか言って制作の人たちだけに喜ばれるものを書いてるだけじゃ、いつまで経っても、物事良くなんないよね。うん、っていうところがあったので、じゃあ、いろんな人がわかる言葉、 っていうのは一体何なのかなとで多分それは UX じゃないと思うんですよね、僕の中ではか。うん、あれは多分デザイナーとか、あの、もの作る人が好きな言葉っていだけしかないと思うので、じゃあもっと、えー、広い範囲で、えーまあ、響く言葉でかつ、そのキーワードをもとに、みんなで考えれるものって何なのっていうと、僕なあれは今のところはコンテンツなのかなと、うんうん、いうふうな感じはしてます、ね。うん コンテンツのアクセシビリティが未来を保証するの最初の見出しが全ユーザーが特殊な存在っていうこれおおそうだそうだそうだよねっていううんにあのまあ昔からそうだったんですけど本当はパソコンのね普通のブラウザでもやはりみんな設定も違ったりとかパーセンテージとかデフォルトで大にしても人も当然いるんだけど やはりこうみんな一緒だよねっていうふうな幻覚を持ってたと思うんだよね。ほぼ。まあ僕もそれはあったと思うんですけど。うんうん、で、それがまあ次第にそのブラウザーが違うよねってところに、まずはやる、はい、行き着いて。<あ>で、なんかいろんなスクリーンサイズがあったように、まあ,あの当時はまあ4つぐらいしかなかったんで楽だったんですけど。うん、で、今はね,ね。今はもっと具体的な形で、もっと極端な形で、はい、あの違いが出てきたからみんな焦ってるだけの話で、うんうん、実は昔から普通にあ,あったことかな。 で、それがなんか、あの、まあ、例えばま、このポッドキャストのテーマにちょっと言うと、やはりこう、以前は障害者の人たちしか極端に違うものを使った存在だったんだけど、うん、今やみんな極端っていうか、多分その、今後、障害者の方でも、今までパソコンファーストだったのが、 スマートフォンファーストになる人たち増えてくると思うんですけどね,ね、うん。もう実際それは起こっていて、はい、特に英語圏なんかだと iPhone で十分ことが足りるって言ってて、パソコン開かなくなったって言ってる視覚障害者は結構多いみたいなんですよね。多分日本も、えー、とそういう方向に行くだろうな、遅かれ早かれ行くだろうなと思いますね。うん、ね、あの実際その、ずっと前にちょっと、あの、三重の辻ちゃんとも話してた時も、やはりこう、うん、まあジェスチャーとかまあいろいろ使って、 iPhone とか使ってるのを見た時には、これでいいじゃんと <laughs> <laughs> 思ったりもしたぐらいだったんで,、うんうん、で、まあそれ、そういう、その、これでいいじゃんっていうのは、まあ本当に一般の人たちがそうだと思うんですよね。うん、あの、一般っていうのは、要は、あの、パソコンは使わなくても、使いたくなくて、ウェブは使いたいっていう人たちが、まあ一般というふうに言うのであれば、多分、あのうん、今後どんどん増えていくのかな。うんうん、で特にまた、 まあ、わかんないですけど、まあ、タブレットもね、うん、一つの手段にはなるでしょうし、うん、やはり手軽さとか、まあ、安く済む、比較的安く済むっていう意味では、やはりスマートフォンは非常にこう、パソコンの代わりにはなるのかな。で、その時に、 パララックスとか言ってられなくねとか。<laughs> <laughs> あとはその、レスポンシブとか、うん、あとスマートフォンサイト、どっちにしようねとか言ってられないんじゃねとかって思うんですよね。うん、そういう指導、うん、手法ばっかりの方、表現方法ばっかりの方に。言ってる間に、なんか、まあわわ、全、全特殊ユーザーの人たちが、うん、全然見れないんだってこととか。あのうん、で、先ほどその、あの、NVDA ですか で、これがそのアップデートを3回繰り返してって、これ、要はそれからのスピードで、利用者に寄り添ってないと、もうダメな状態になってきてると思うんですよね。いろんな意味で,で、うん。うん、で、だからこそ多分、クロムも裏でこっそりもうバージョン23とかになってたりもするわけじゃないですか。<laughs> だから、それからのスピードと柔軟性と、 やはり、リユーザーフィードバックっていうものを踏まえた上でのディレクションをしていかないと、うん、やはりこう、いろんな人たちにいち早く欲しい情報を提供できないっていうふうな状態になってきてると思うので、うん、で、実際その、今最近多くのこの企業サイトも、わざわざこう、プロモーションサイト作るのやめて、えー、タンブラーで情報発信とか、うん、し始めてるっていうのも、やはりこう、一秒でも早くコンテンツを 一人の多くの人に伝えたいっていうふうな思いから、うん、まあ、そういうことを積極的にやり始めていると思うので、うん、やっぱりそのスピード感に、まあ、こういったこう開発者もそうですし、我々、まあ、私みたいな、デザインをやってる人たちも、そこを考えて、まずいち早く出すっていうことを考えないと、やっていけないんじゃないかなとは。うんうん、あのー、えー、っと、そのブログの方の記事を読んだ時に思ったのが、まあ、 コンテンツをとり、とにかくちゃんとするっていうその部分に関しては、まあある意味、僕なんかの視点からすると、まあそうだよねっていう、その特に新しい話でもないというか、まあもう正論ですっていうだけなんですけれども、<うん S 1> で、その中で、あの、あの記事の中で確かにそうだなと思ったのが、その、えっと、完全なものを目指してもなかなかうまくいかないので、できるところからやっていけばいいっていうような、えっと、意図の、 えー、文章がちょっとあったように記憶してるんですけれども、えええはい、まさにそうだなと思っていて、その、例えば、このアクセルのサイトとかも、あの、<laughs> 本当にちゃんとしたアクセシビリティを作っていこうと思ったら、このポッドキャストにも多分、えー、テキスト版を作らなきゃいけないし、うん、えー、あるいは、同期した字幕がつくようなものをやらないと、ど、どこがアクセシブルなんだって言われても仕方がないんですけれども、うん、でも、そういうことをやって、 やれる体制を作るために時間やお金をかけるよりは、まずちゃんと伝わるところには確実に伝えていきたい。で、そこから、えー、うまくいけばもっと広げていけるように、そういう、あの、できることを後で、後でもいいからやっていけばいいっていう感覚はあるんですね。うん、なので、えー、そこの部分は、えっ、ー、と、結構みんな最初から完璧なものを目指しすぎて、えー、結局何もできないっていうところにハマってるケースはあるんじゃないのかなと思いながら読んだ。 読実はその、その部分っていうのが、うん、その今、デザインの領域ですごく起こってきてるんですね、うん、あね。例えばその、黒背景が好きっていう人と、うんえー、白背景が好きっていう人っていうのは、調査すると結局半々ぐらいになるっていうふうな話だと思うんですよね。で、あの、じゃあそ,その両方ともに対応するにはどうしたらいいんだよねっていうことで、 最初におそらく考えるのが、じゃあ変えれる機能を作りましょうとか。うん、じゃあその変える機能をどこにユーザーインターフェースとして持っていくんですかって、うん、いや、ページの上ですよね。もしくは設定のメニューを作ってその別のページに持ってきましょうとか。<ー>っていう風なのがいろいろこう出てくるわけじゃないですか。ただ、ただこう、いろんな人に満足させるがために、全員に、その考えられる全員とか多くの人に満足させようというデザインをするがために、様々な機能と、 で、あの、制作と、えー、またバグをするか、が起こる可能性と、うん、えー、テスティングっていうものをやらなければいけないっていう風になってしまってて、で、結局、二人のユーザーに満足させるか、させるための機能を作ったつもりでも、えー、その設定とかいろんなものがあるせいで、結局なんかよくわかんないよね、とかいうの、この、こと、うん、ってすごく、うん。あると思うんですよね。で、僕の中でこう、アクセシビリティっていうのが、 まあ、例えばその、イコール障,障害者になっている時点もなんかどうかっていうのもあるんですけど、うん、もう一つどうかと思うものが、えー、みんなに平等に伝わるっていうふうな、えー、イメージがなぜかあるんじゃないかなと思いますよね。うんうん、なんかあの、まあイコールじゃないですけど、えー、ユニバーサルな感じのイメージっていうのが、若干こう、うん、ウェブアクセシビリティにあるような気がするんですよね。で、<laughs> そんなもんできないっていうか、<laughs> あの、みんなが平等っていうのは、まずありえないと思うんですよね。うんうん、あの、それはもう本当にユートピアの世界だと思うので,でも。じゃあ問題は何かっていうこと、ある特定の人に壁を作ってるか作ってないかだけだと思うんですよね。うん、お前は貧乏だからダメとか、えー、お前は、えー、なんかその、ある特定の体の部分が悪いからダメとか、なんか0か100っていうのじゃ、 はいはい,はいはい。っていうふうな。で、今はなんかウェブアクセシビリティもそうかもしれませんし、デザインの世界でもあるんですけど、みんな100に近づけようぜっていうふうな、あの、なんていうか、認識っていうか、あの、姿勢で作ってるから、大変になってんじゃないかなっていうのは、あの、すごく感じています、うん。それは多分、いろんなところでアクセシビリティだけに限らず、もちろん、うん、あの、作る時に、できるだけ多くの人に、 同じような情報をっていう言葉が、あの、メジャーであるじゃ、うん。そうだね。たぶん、それが多分飛躍してしまって一人歩きしているなっていうのは思います。誰も、あの、百人、全員100%は言ってないのに、できるだけ多くの人にっていう言葉が、怖いなって。手段があるかどうかが一番重要だと思うんでね。うんうん、で、あの、ちょっとあの、僕のサイトをまた言うのもあれなんですけど、あの、僕のサイトっていうのは、 一番記事の下の方に行くと、いかがでしたかっていうソーシャルボタンが出るっていう機能があるんですね。自動的に。で、これを、これ実は、あの、あの、半々とまでいかなくても、これをすごく嫌うユーザーっているんですね。うん。うん。要は勝手に出てくるっていう。<laughs> で、あの、その意見っていうのは、すごくよくわかるわけなんですね。で、僕もこれをあの作った意図っていうのは、まあまあもちろんあるわけなんですけど、 けど、これに、いちいち全部、あの、その一人、まあ、ある程度のパーセンテージがあるからといって、えー、そういう邪魔があるからっていうので、一つ一つ聞いてったら、多分そこのサイトで何も芯がなくなるような気がしてるんですよね。もちろんそういった利用者のために、えー、閉じたら、えー、クッキーで、あの、このサイトではこれを表示させないっていうような設定を、機能としてはつけましたけど、ただまあ、あの、やはりこう、それでもコンテンツっていう、まあ一つの記事には、 あの、も、問題なく到達はできるはずですし、あのー、そっちの方が重要だと思ってるので、やはりこう、作ってる人も、その、全員の言ってることを全部聞くんじゃなくて、芯が自分たちでこれだけは押さえておければ、あとは、ま、極端に聞かなくてもいいって言ったら、うでしょうけど、うん、ま、全部全部聞いて、え、それに全部答えるっていうふうなことをする必要性はないでしょうし、それがイコールこう、ユーザビリティ向上とか、アクセシビリティ向上につながるかというと、 いやそんなことはななないいんじじゃないかなとは感じてますけど、うん、この間あの SEO のすみさんがやっぱりあのブログで同じようなこと書かれていて、うん、そのもうある程度のクオリティまあそこそこ出来上がってもまず出したのが大事であの100%のクオリティに達するまでってやったらきりがないんでまずそこそこのクオリティに満たたらまず出しちゃいましょうみたいなことをおっしゃってて。で僕も最近セミナーであの アクセシビリティって別に、オールはナッシングじゃないよっていうのを言うんですけど、なんか、僕はずっとそれをセミナーで言って聞いたら、すみさんがこの間ポロッと SEO から、SEO の話からそういうことをおっしゃってて、で、今回、ヤシがやっぱり同じことを言っててって、なんかその、オールはナッシングじゃないよっていう、まあなんかみんな同じことを言ってんだなっていう。で、おそらく、その、あの、 マーケティングやってる人たちも、やはりこう、ソーシャルメディアを使ってっていう,う話の文脈で言うと、やはりいち早く出すっていうことを多分言ってくると思うので、うんうん、多分違う業界で同じことを言い始めてきてるのかなとは、すごく感じてはいますね,ね、うん。まあ、だからこそ、なんかその、その波っていうか、そのリンクに、アクセシビリティっていうものが、まあ、比較的こう乗りやすい状況にはなってはきてるのかなと。あれだね。アクセシビリティにでもやっぱり時数とかがあるから、 余計にこう、できたできない。うん。で、先ほどその、あの、ま、自分にも突っ込みなんですけど、あの、やはりその、ある程度の基準を、決めるリーダーシップがいないと、ある程度の水準ってやっぱみんな違うと思うんですよね。性格だったりとか、経験だったりとか、いろんな都合で。だから、そ、それもあるので、やはりこう、リーダーシップを取って引っ張れるような、まあ、人っていうのがいないと、やはり今のこう、まあ、 古い日本の組織だと多分みんな平等でっていうふうなのが、例えばそのヤフーはが古い企業さんっ,てちょっと申し訳ないですけど、ヤフーのトップページって左側に全部部門があるんですね。で、一般ユーザーからしてみれば、あれ全部並んできてる全くないと思うんですよ。<laughs> けど、おそらく、やはりこう、企業としては平等に出していかないとっていうふうなのってあると思うんですよね。で、これ別にヤフーさんだけじゃなくて、ほとんどの企業って、 利用者視点っていうよりかは、企業がどう見せたいか視点っていうところが多いと思うんですよね。若干自治体もそういうところがありますけど、やはりこう、サイトのナビゲーションを見ると、イコールそれが会社組織だなっていうのがすごくわかるところがあって、やはりそれがこう、やっぱみんな平等思考っていうのが多少働いているのかなと思うんですよね。うんうん、で、インフォメーションアーキテクチャの世界でもそうなんですけど、やはりこう、あれは情報を整理するのが仕事じゃなくて、実は、 情報のプライオリティを決める仕事だと思うんですよね。うん、だから、なんか、その思考っていうものが、あの、もっとこう、ま、制作だけじゃないですけど、あの、やはりクライアントの方にいかにこう、警護していくのかな、やはり、今後重要なことになっていくのかなと思うんですけどね。うん、そうしないと、今の PC サイトをモバイルに持っていくなんて、まあ、不可能、不可能っていうか <laughs>、ちょっと大変だなとっていう感じもするので、 今っていうのはやはりこう大きなスクリーンに埋めること埋める、埋める作業がなんかウェブデザインみたいな感じになってきてるので、うん、うん、まあちょっとこれはなんかもっともっとシンプルにしていかなくちゃなぁっていうのは感じますね。うん、その中で企業ブランディングっていうのを考えるって難しそういや、あの僕はそこがもうそれがコンテンツになってくるのかなと思ってるね。今っていうのがまたこれブログに書こうかなと思ってるんですけど、その,あのマーケティングだったりとか、 え、PR っていうところでブランディングを築きましょうっていう部分が多かったと思うんですけど、今はどちらかというと、作っているサービスだったりとか、あの、プロダクトそのものがブランディングになってるっていうふうな状態になってると思うんですよね。ま、あアップルも面白い製品、あの、面白いコマーシャー出してるものの、あれはもう iPhone そのものがブランディングだと思うんですよね。これを、ま、よく悪く捉えるかは、あそれもまたブランディングでしょうけど。そうそう。けど、なんか今多くの、お、あのー、 サイトと、あの、フェイスブックもそうじゃないですか。フェイスブックも広告とか何もやってないけど、あのページでやっている、あのサービスとアプリケーションがブランドになっていると思うね。だから多分、そういった意味では、やはりこうサあの、サイトの制作そのものだったりとか、運営だったりとか、製品ですよね。例えばその、このビールが果たしてほん美味しいのか、美味しくしようよっていうところから、 ブランディングになっていくのかなと思うんですよね。今って、今は現状その、大企業は特にそうですけど、芸能人を使って、その人に笑わしとけば、うん、笑顔を作っとけば、ブランディングになっているわけじゃないですか。極端なこと言うと。極端なけど今って、テレビどれくらいの人が見てるのかっていうと、どん,どんどん落ちてきている状態で。で、テレビがメインストリームで必ず全員に届くメディアじゃないわけで、でそこで映っている芸能人が、突然その道端で笑ってても、 もう、わかんない人は結構わかんないと思うんですよね。うん、まあ別に、あの、テレビが見てない人は、私は見てないですからわかんないとか言ってる意味じゃなくても、一般的にやはりこう、テレビ局の人とかやっぱ聞いてても、やはり彼らも特定のセグメントに対してもてあの、情報発信してるんだっていう認識が結構強くなってきてるんですよね。うん、日本全国の全員の人に出してるんだっていうふうな認識がない、うん、なくなってはきてますし、それは新聞にも言えることで。で、それくらいこう、セグメンテーションが、 なってきたことってことは、要は中身のないイメージ戦力だけでは、もう人は何も信じてくれない、うんで。しかもそのソーシャルメディアを通して、えー、企業はこんなことを嘘ついてるんだよとか、うんえー、あいつはあんなことを言ってたよとか、いうことが、えー、簡単に分かって。暇あ、うん、るもんね、まあ。で、しかもまあ、えー、広げる人は何も調べずにまた広げるっていうの。<laughs> また問題ですけど、それ、うん、うん。だからそんな中で、 やはりこう、ま、守れるものっていうのは、やはりもう自分たちが今作っているお菓子とか、うん、サービスとか、っていうふうなものしか残ってないと思うので、で、うん、けどそれは一種原点だと思うんですよね。元々の、あの、つく作、ものづくりをきちんとしていた人たちっていうのは、うん、多分、そんな、マーケティングしなくても、多分人は来るじゃないですか。だかそういうことになってきてるので、 そこでこうウェブのやってる人たちはどこ、どうなんか補助していくのかっていうところではすごく面白い時期には来てるのかなと。うんうん、イメージ戦略だけ以上のことをなんか要求されるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。結局サービスで勝負する、えー、製品で勝負するっていうのは要するにコンテンツで勝負するってことですよね。そうですね。そう,そうですね。その人たちのコンテンツでいかにやっていくのかっていう話だと思うので。うんうん だから今までこう、どちらかと,いうとマーケティング PR としてのウェブサイト制作っていうのが多かったかもしれないですけど、もうすでにこう、ウェブアプリを作っている人もいるでしょうし、ウェブアプリと、まあもしくはその OS に特化したアプリを作っている人が増えてきているのも、人たちはもうすごくこう感じていることだと思うんですけど、なんかもう、全部関わらないと、ブランディングからマーケティングっていう、なんかすべてのラインを、 ある程度の形でこう絡んでないと、もう何も作れないよねっていうふうな状態になってきてると思うので、これはまあいいかなと、うんで。そうしないと、制作だけだったら多分まあ自動化ついいくらでも出てきてるので、<laughs> <laughs> まあそいつら、それを機会に任せとけばいいんじゃないのでわざわざ制作の人たちには高いお金を払って作ってもらう必要性全くないんじゃないのっていうふうなことになってくるかなとは感じますね。で、そういう、そこらぐらいの推進のは自動的にもうアクセシビリティという、 まあ、例えばその情報が見れるっていうぐらい程度のアクセシビターはそこで保護されると思うんですよね。うん、そういった意味では、なんかアクセシビリティの専門家の人たちも多分、あの、どのどん機械化できる部分もあったりもする以上、なんかそれ以上の何かっていうものはなんか、あの、提供できる存在になりたいなと思いますけどね。うんうん。だ、うんうん、から多分その、中、その、なんだ、みんなのホームページでしたっけみん,なみんなのビジネスでしたっけ Google のやつ。みんなのビジネス、オンライン。だ。ね。みんなのビジネスオンライン。で、あれである程度、あの、それなりのホームページもできて、で、まあ基本的なマークアップなんで、まあまあ、使えるアクセシビリティと。その、まあ実に特化したとかっていう話だったらまた違いますけど。で、その中で、じゃあ、制作者いるのいや、いる、実はいる。じゃあ、じゃあ何にコミットできるのってやはりこう、コンテンツをどういうふうに書き込めばいいのかとか、どういうふうに、 えー、まあフォームの中に入り込めば、えー、効果的にこう、ソーシャルメディアとか他の方に行くのかっていうふうな話になってくると思うので、そこは多分、機械ではアドバイスができない。うん。部分。結局、ね、アクセシビリティにしても、えー、突き詰めればコピーライティングの話っていうのは結構深い関係性があると思うので、そこって自動化は、うん、できても多分100年後ぐらいかなとは、うん、うん、と思うので多分、うん。だからそこではやはりこう、人間の力を、 使って、それに対してお手伝いはできたらなとは感じてますね。うん,うんうんうん。やはりこう、機械化できるところはあんまりこうね、リラックスして <laughs>。いや、本当そうですよ。うん。人がやんなくていいところは、人がやらないようにしないと。うん。ね、うん、ある程度っていうふうな話が先ほどありましたけど、うん、そのある程度はその機械でできるところをある程度っていうふうにしとけば、うねうん、まあ、例えばですけどね、うん、うん。なんかそ、例えばそういうふうな基準にしとかないと、うん、なんか、例えばその、ね、今日、 ここに来てる人たちは、なんかある程度こう、経験もあり、リテラシーもあるんで、ある程度っていうものに対してのニュアンスっていうか、加減っていうのがわかるんですけど、やはりこう、そのセミナーによく来られる方だったりとか、あとはその、毎日こう、政策を受け持っている、手を動かしている人たちにとっては、その加減がわかんない、と思うんですよね、うん。そっか。うん だ,だからこそ、なんかこう、何かしらの形だからこそ、まあ、ガイドラインが、やはり必要っていうのは、やはり、すごくそこだと思うんですよね。うん、そこに寄り添わないと、作れないんですよね、そういう人たちっていうのは。別にそれが悪いことじゃなくて、うん、そういうふうな仕事なので、しょうがないと思うんですよね。うん、まあだからこそ、多分、その、ガイドラインとはまた、もっともっと緩い、なんか、この、まあ、例えば今日、今回のその、ツールの話がありましたけど、このツールで、 これくらい点数取っとけば、とりあえずリリースできる、とりあえずリリースするための水準は突破してますよっていうふうな、なんかこう、安心材料というものを作ってあげれば、なんかより出しやすくなるのかもしれないね。そうだね。それはそうかもしれない。うん、だそう考えると、その、今のその、まあ JIS もそうだし WCAG もそうですけれども、うん、あの、 一応3段階に等級が分けてあるじゃないですか。ありますね。うん、で、まあ一番重あのど、やんなきゃいけない等級 A って言われてるものは、あの、基本的にはその、これをやらないと、えー、アクセス、情報へのアクセスができない人が生まれるから絶対やった方がいいよっていう判断。まあそれは一つの判断として正しいと思うんですけれども、それよりもまずその、えー、機械的にできるものは確実にやろうっていう、 そういう、えー、視点からの投球分け、投球というか、うん、まあ、えー、プライオリティ分けみたいなものをしてもいいのかもしれないなっていう気がしましたね、今話してて。うん、で、で最近あの、うん、シングレーって言ってもやっぱりハードルとしてはちょっと高いのかなって,思って,て、うん。高いと思いますね。で、その、一番低い、シングレーっていうハードルすら飛べないなと思うと、飛ぶことにトライしなくなっちゃうっていうか、うんうん、何もしなくなっちゃうっていうのは、すごい気になっていて、もうすぐなんか、 低めのハードル、まあ、ハードルなくてもいいんだけど、シングレの手前に何か用意できたらいいなって、最近思ってるんですよね。うんうん、で、そこもあの、まあ、そうしたその、規定としてなんかそういうものができてほしいなっていうのもあるんですけど、あとはその、まあ、これでもアクセシビートは全く違う話かもしれませんけど、やはりこう仕事のスタイルっていうものも、うん、制作の方も、もう、か、柔軟性を持てるものにしておかないと、うん、厳しいのかなと思うんですよね。 今はどちらかというと、こう、ある程度、もう80%、90%、もしくは100%完成したものを納品して、え、ある程度、こう、保守、保守っていうふうな、まあ、お金をいただいて、え、ちょこちょこっとやれる仕事をやるっていうふうな感じ。これ、これだと、もうアクセシビリティを最初に、え、シングルエーグルまでやっとかないと、え、後々、え、まあ、会社も持たないしとか、いろんな、こう、なんか、問題が出てくると思いますよね。やはり、こう、 まあ、適使はしてないですけど、やはりこう DTP 的な、まあ、完成したら納品っていうふうなスタイルでや,やっちゃってるから、うん、あの、どうしてもこうアクセシビリティも、えー、なんか頑張って全平しとかいうふうな話なのかなっていうのはあるんですよね。だから多分その,あの、ガイドラインはも,もちろんそのいろんなこう選択肢もあっても嬉しいですけど、やはりこう制作者側も、なんか別の契約、うん 方法やはり先ほどそのもうプロモーションとかイメージ戦略だけのホームページ以上になるんだったらやはりこうなるあるべくこうビジネスとのことを考えてコミットをしなくちゃいけなくなってくるとなるとやはりパートナーシップみたいな形で仕事をした方が20%ぐらいのアクセシビリティでリリースしましょうっていうふうなことが。 提案しやすくなるのかなと思うんですよね。うん、パートナーシップであればそれは多分できる可能性があると思うので、うんうん。そうですね。あの、保守契約的なものも含めて、ええー、まあ、長い目でやりましょうっていう話になれば、イニシャルリリースのところは、まあ、この程度で、次ちょっとこれをやってっていうようなマイルストーンを作って、先票を引いてっていうようなこともできるでしょうから、うん、やりやすさはだいぶ変わってくるでしょうね。やっぱりこう、今はこう、頑張んなきゃいけないっていうふうなのが、 あまりにも多すぎるんですよね。うん、モバイル対応も当然あるんですけど、うん、全、まあ要は、まあ Windows 8を作りましょうみたいなもんだと思うんですよ。毎回毎回。で、なんかひあの、できたら Android を作りましょうになってほしいんですよね。今って Android って年に5、6回ぐらいアップデートしますけど、うん、まあああいうふうななんか小さいけど、確実にこう進歩しているっていうふうな、ん、アップグレードを、まあウェブサイトってものはできれば、 なんかこう、来年の今頃にはシングル A に非常に近い状態になってるだろうね。うん。っていうふうなことが、なんか、できるような気がしますし、うんうん。うん。多分そういうふうにした方が、さっきの話に戻りますけれども、その、えー、っと、なんていうんですかね。えー、無理やり、えー、というか、出せるものから出していくっていう話じゃないですか、結局のところ。うん。で、それをやらないことによって、本来は伝わってるはずの人に伝わらないリスクっていうのが多分あって。そう。で、そこを、 考えるか、それとも、不完全なものを出して、叩かれるリスクを考えるかっていう話だと思うんですけれども、うん、多分そんな叩かれるほどひどいものにはならないので、ね、どっちにしたって。そう。<laughs> だったら、えっと、伝わらない人が一人でも少なくなるような方向って何なのか。で、結局、アクセシビリティって、なるべく多くの人に伝えるって話なんだから、そこ、そこでも矛盾しないわけで、うん、まあ、やっぱりやれるところからどんどんやって、どんどん、あの、出せるところから出していくっていう方が、うん、 あの、本質的には正しいような気がしますよね。うん。うん、だからそれを実現するためのその体制だったりとか、うん、あとはそのガイドラインのものだったりとかっていう、なんかこう、いろんなこう、方向で、あの、変革とまでいかないですけど、ね、やはりこう、変えてい,いかなければ、まあ、アクセシビリティ以前に、 おそらくこう、まあとりあえずウェブ制作業界が自滅するんじゃないかなと僕は個人的には思いますけどね。うん、あの、あまりにもきつくてとか、あの、今のスピード感だったりとか、っていうものに耐えられなくなるっていうふうなことになりかねないので、うん、やはりこう、いろんな角度からなんか変化ってものを起こしていって、まあ次第にこう、アクセシビリティっていうものもまあ、 じゃあ来年に向けて頑張ろうよっていうふうな。うん、そうですね。はい <laughs>、うん。なんかライトな気持ちで始めれば楽しいかなと思うんですけどね。うんうん、さっき出てたその DTP 的アプローチっていうキーワードがたまたまありましたけど、結局やっぱりその出版系のなんかあのパターンを踏襲しすぎてるのかもしれないですね。それが僕の中ですごく面白いのが、すごく危険な形で踏襲してるんですよね。うん、実は出版ほどコンテンツ考えている 業界もないと思うんですよね。<ー>出版だったりとか、あとパブリッシングですね。雑誌とかと典型的にそうだと思うんですよね。うん、やはい。いかに、こう、コンテンツのことを、えー、まあ、企画して、作って、それにお金を投資して、うん、で、それをこう、きちんと、こう、それに合ったレイアウトの設計をしてから、実際のデザインに入るわけじゃないですか。うんうん、<laughs> けど、結構、あの、ウェブって、まあ、後で買えれるし、とか、<laughs> CMS あるから、とかで、とりあえず箱だけ作って、<laughs> えー、コンテンツは後でお願いしますだけど、コンテンツ何もなかったね、そういえば。みたいなことになりかけてなくて、<laughs> なんかそこが なんかコンテンツを大事にするってところをちゃんと DTP の世界からちゃんとこう継承してたらよかったんだけど、なんか作り方の大まかなフローだけ、なんか、なるほどまれて、えー、変なことになってるんじゃないかなと。なるほど。確かにそうですね。そこがなんかも,もったいないかなと思うんですよね。僕もちょっと若干出版社にいた時期があったので、やはりその時にコ,コンテンツ、 の、こう、こだわりっていうか、まあ、そう言っちゃうともう、なんか、やはり、その、僕の上司の人だ、人がもう20年、30年ぐらいのキャリアの人だったんで、やはりその人が、こう、バリバリ、こう、書いていた時の、エスクワイアで、あの、記事書いてた時期もあったんですけど、やはり20年ぐらい前のエスクワイアの記事って、 ま、政治的かつやはり尖ってて、ちゃんとこう、あの、調査もしてて、日本でもジャーナリズムしっかりあるじゃん、みたいな風なのがこう、しみじみ伝わる記事だったんですよね。あれ、そういうのが普通にあった世界、時代っていうのがあったんだなっていうのが、うん、なんかそ、こは僕の中ですごく衝撃でしたし、うん、なんか、ああ、やっぱそこ、そこしかないなっていうのが感じましたね。うん。まあだやっぱり、 やっぱりコンテンツだってことですよね。要するにね。うん。うん、おそらくに、今はコンテンツが一番分かりやすい言葉かなと思うんですね。もしかしたら来年再には変わってくるかもしれませんけど、今ちょうどこう、いろんな業界とか業種の人たちが今真剣に見てるのはコンテンツなのかなという感じはするので、うんうん、それに便乗してる形ですね、うん。まあでも、その真剣に見てる対象としてコンテンツってのは健全ですよね。<う>僕もそうは思いますね。うん、なんか健全、あの、 なんか、それこそ、なんか、あの、視覚効果を一生懸命見てるとかっていうよりは、全然、うん。将来、将来性がある感じがしますよね。うん。まあもちろん見た目が大事じゃないとは言いませんけどいもちろん。そこは全ての部分当然あるので。うん。ただまあ、まあコンテンツって言うと、結構文字情報とかいうイメージが強いですけど、まあコンテンツって言ったら、ね、イコール絵もあり、動画もあり。そうですね。全ての部分ね。うん。要するに伝えたいことってことですからね。そうですね。うん。 ということで、えー、最終的にやっぱり結論は、コンテンツだよねっていう、うん。うん、なんか、その、そこをうまく、そのこ、あの、アクセシビリティのブランディングって変な言い方ですけど、なんかこう、そこをうまく、こう、アクセシビリティにつなげるための何かっていうのが、あると嬉しいかなと思うんですよね。まあ、今のその、アクセルもそうですけど、これも一つの手法だと思うんですよね。うん、こうした、こう、カジュアルな会話を通して、 まあ、アクセシビーって別に身構えなくてもいいんだ。うん、前の Q&A とかは典型的だと思うんですよね。うんうん、あれってすごくこう、出てきてる質問に、が、身構えてたけど、<laughs> そんなことないんだよっていうふうな、あの、やりとりがすごくこう、印象的だったりもしたんですけど、<ー>やはりそういうのを繰り返していくことによって、こう、徐々に、あの、な、あの、まあ、壁を、 なくしていくっていうのも一つでしょうし、なんか他にもいろいろあるのかなと思うんですよね。うん、そのガイドラインっていうふうな角度もそうだし、僕みたいな、我々みたいなね、えストリートで。ストリートで,トートで。トトで <laughs> いるような人たちがこう地味にやってるっていうのもありだと思うので、うんはい。<laughs> ヨーヨー,チギーなーって言わない <laughs>、まあ。けどなんかこう、ね、あの、組織とかそ、そんなことそうは作らなくても、うん、なんかこう、個人個人でもできることっていくらでもあると思うので、うん。うん こういうのはなんか地味に続けれるわなとは感じてますね。そうですね。うん、で、多分そこが、そういうのがあれば次第に顔は変わってくるのかなと思うので。うんうん、まん、あ。あとは誰かが NHK がなんかの番組のゲスト室にしたらすぐ変わると思う。<laughs> 簡単なことだ。うん、楽だな、うんうん。それが一番だ。うん、王様のブランチでもいいんじゃない <laughs> そっちの方がいいなそっちか。うん、<laughs> どうかな <laughs> ということで、えー、今回は長谷川康久さんを、えー、ウェブ系フリーターの長谷川康久、はい、さんをお迎えして、えー、アクセシビリティとコンテンツについていろいろとお話をしていきました。また来てもらえたりとかは、 そうですね。逆にこちらのポッドキャストに出ていただければ。ああ、いいですね。これは楽しいですね。同時収録も面白そうですね。ぜひそれしたいですね。やりたいですね。じゃあ、今回はこんな感じで。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、第7回以上です。ではまた次回です。第7回。さよなら。ラナイバ。斎藤清六ですそうです。 このポッドキャス t への皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。